本日はメインイベント6人タッグマッチ45分一本勝負。赤コーナー手元の珍獣130パウンド米山香里、体重154パウンド松本弘洋、小銃227パウンドアジャンコンジュン、赤コーナー正規軍121パウンドアロンサオリン、130パウンド岡由美、第23代おざなり人で無差別級チャンピオン並びに第5代爆上125パウンド尾崎麻由美、ボリューム
間5分経過5分経過やめろな。
回転寿司社長になんとなく聞いて、本当にあの今日と同じカードをやって、もう一回手元もで正規軍をぶっ潰しましょう。社長お二人は大丈夫ですか？尾崎さん前日お誕生日じゃないですか？だからお誕生日プレゼントに58歳のお誕生日プレゼント。ちなみに年齢は51になります。おめでとう。変わんないな、いっぱい。いいよ松本、こいつを一回でもやっつける場が多い方が私も楽しいしね。今日の負けは悪いけど、お前の航空来るからな。私たち行って、乗ってやるよ。じゃあ、ゆで山20周年記念大会で手元も持たい正規軍決定。じゃあ、お二人でこのバッターを爆発させて潰しましょうね。よろしくお願いします。じゃあ、せいぜい、まっちゃん、もう一回あいつぶっ潰してベルトに近づこうね。で、ベルトはあのくれぐれもベルトの扱いは注意してくださいね。ベルト大事にできないとチャンピオンって呼べないからってどっかの誰かが言ってたらさ、頼むよ。なんか知らない間にさ、毛元も一人増えたよな、そこのチビデブ。お前確か分隊でもちょこちょこ出てきたよな。何こいつらの後ろに隠れて自分が何にもやんないで楽しようって、そういう気だから手元も入ったんでしょう。いえや、やってやるよ、やってる、いくらでもやってやるよ。ちょっと言って、あれ言って、あれ手元に入ったのは強くなるためなんだよ。このチームでお前らぶっ潰すために私は手元に入ったんだ。後ろにアジャがいるから言えんだろ。言えねえだろ、やる勇気もねえくせに一人で。そんな気持ちも気持ちも入ったって意味ねえよ、体だけが合ってんの。そんなだけで俺が勧誘するわけねえだろ。手元が座ってから勧誘しに決まってたろ、バーカ。そんなことも分かんねえからな、お前。お前分かんねえだろ、一人じゃ何もできないぞこいつ。ちょっと待って。何どっかで出てきてる。さっきの試合で守備さんから行動で示せって言われたから行動で示したいと思います。まずトップに君臨する尾崎真由美率いる正規軍、まずここをぶっ潰したいと思います。ゆうさん、一緒にぶっ潰しませんか？若手が黙ってるわけにはいかない。え、じゃあ2対3でいい？マジで？
そもそも若手盛り上げるって言ったの自分だし、一番正義軍にやられてるの自分だし、絶対お前を倒してやるから、この4人で。ゆきちゃんいきなり、ゆきちゃんこいつら1対1でやる価値もねえよ。1対1でやってやるよ。いや結構です。そんなに相手だったら次のフェーズ4対4でやろっか。やってやるか。まずそっからだよ、お前の話聞くのは。じゃあキャバッチ、本当の正義軍のファースを教えてあげよ。 お前もまだ分かってないよ。うちは本気出すよね。いじめちゃうよ。もう帰ろうね。いじめられるのが怖くてプロレスやってられんか。10月のメス大会、私たち若手チャンスもらいましたよ。正規軍ぶっつぶそうじゃありませんか。やってやりましょう、やってやりましょう、勝ちましょう、食らいつくしてやりましょう。ポリスのリング違う。これからは若手が輝いていかなきゃいけないリングなんです。そう、私たちで時代を変えていきたいんです。そのためにまず来月新宿フェイスでこの若手4人が組んで正規軍ぶっ潰しに行きましょう。だから皆さん、時代が変わる瞬間しっかり皆さんの目でちゃんと見届けてください。自分は目的のために果たすだけなんで邪魔すんじゃねえぞ。仲良し仲良しでやってる場合ではないっていうのも真実ですからね。